愛は必死な気な涙流しなさなぎな楽しいな。楽しいよ。今日はこんなに最後までね、今消えて真っ暗やけど、うん、すごい残ってくれてはるね。指さすなよ、失礼な。すっごい短い指やね。これでも分かれ、向こうからだ分かれへんね、指かどうか。これでもギターは弾けます。すごいね。ね、あの勇気を与える指やね。いいだろう。ねえ、親指ぺっちゃくらいし。でもなかなかあの自分のなんか生徒たちには意味を与えられへんけど。なんでそんなこと言うの。シータ、そうかそうか、シータ。ええねん、もう俺は今日は呼んどる。出た。いやちょっと待って、ちょっともう方言やめてくださいよ。方言って言ってもあのんだべとかじゃないですよ。あの何それ、わからんわ。うんだべっていうのが言えへんよな、うんだべなんか。ああ、そのほら言いたい放題言う方言のことやんか。そんなんあかんで。ああ、君が昨日僕に言うたみたいなやつやろ。昨日僕にね、やめて、アホタレって言うたんですよ。ごめんなさい、アホが垂れたんですよ。すいません、言葉に言ってます。最低の言葉よね。すいませんでした、僕は最低です。もう日本語を教えてる人やと思われ。やめてたからね。あ、そうかそうか。次次とね、まあ日本語を教えているといえばですね、はい、やっぱ歴史もいろいろ、日本語にも歴史もあるしやね。あ、ありますね。あるわけよ、はい、時間ってなかなかと続いてるわけやから。そうですね。ね、はい、そのさっきからいつもこの曲をするときに話するんやけども、ほう、あの時間ってこうなんか1秒1秒やけど、うん、なんかあれやん、大事にせなあかんなって時間をね。もう僕らさ、もう40超えてこんなことやってんのよ。もう盆休みの 9時やで今もう。もう家帰って寝とくよ普通。普通はね、ビール飲んで寝とくよ。 な、うん、な、おご先祖さん、自分も昨日だから、一昨日も世界陸上見て遅かったよ。遅かったんや。なんとかバエワいうやつがゴーって世界新記録ゴーってどう飛んだんや。そう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 、それ見とったし。そんなせなあかん年なのにやな、こんななんかすごい暗転のとこでさ、うん、スポットあってんの。サラシモンやな。もう帰ってくれるほんま。いや、なんでな、ちょっと嫌なんだ。サラシモン違うよ、違うよ。さらしてくださいって来てるわけやから。そうだね、それは言うたらあかん。そうか、さらしてくださいって見に来てもらってるわけやから。あ、そうか、そうです、ね、間違えました、すいません。ちゃんとね、使おう。はい、で、時間は大事にしようって、大事にしようって。じゃあ今から歌います。歌うよ。弾けんのほんで。僕、うん、え、弾けんの。あ、準備大丈夫で。準備大丈夫なの。うん、ちょっと譜面だいちょっと下がっていってるような気もするんだけど、大丈夫。今日はジーパンやし、大丈夫だよ。ねえ、本気やからね、ジーパン履いてる時は、うん。いや違うや、ちょっと待って。他のライブハウスの時はジャージとかやもんね。だから言うて僕、じゃ全力、いつも全力ですやんか、もう。今日これ朝洗ったんですやんか。さっき着替えたんやけど、ちょっと生乾きかなみたいな、なんかそんな雰囲気やったりするんだけど。早歌いな。生乾きであんなにウケたらあかんわ。あ、そっか、ごめんなさい、はい、ね。ちゃんと家も掃除してんの。大丈夫やね。大丈夫な。大丈夫大丈夫。なんか湿気臭いって聞いたね。そうやね、なんかクイックルワイパーもなんかあの濡れてんの、もう水気取れたわ。ほんまにも。
カラカラなんて、そうカラカラってね、もうじゃあそんなことはいいんですよ。時間の話の歌をですね、はい、聞いてもらいましょうか。はいはい、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。
ございます。ありがとうございました。これ足らんわ、これ暑いわ。ついにまた暑い。ついにがそうなん。大ちゃんポンちゃんって言うてないんで。あ、大ちゃんポンちゃんです。遅いわ。僕がポンちゃんです。なんでやのな。どこでポン作か君は。ポン作ものすごい丸気な名前な、ポン作って。ポンちゃん高橋。イエーイ、ありがとうございます。メイダ大作。もうこれ2人でやりだして、かれこれ、ね、あの何でしょうか。本当はもともと原型はね、トリオでちょちょちょという、はい、もう一人ここにね、美形のシンガーの女の子がいるんですね。美形ですね。美形なんですけど、ちょっと酒飲むとややこしい感じの。やかましい。変わるかなーって言うてね、もう記憶もなくなってしまうような女性。止められないんです、誰も。ね、もう誰も何人も止められないね。シャッターからかなとおっしゃるからね。拒絶みたいな。拒絶します。キャンプみたいなね。そんなユニットがあるんですよね。はい、そのユニットから始まったのですが、なぜかですね、僕たちは愛し合うようになってしまいましてですね、二人でね、ね、別に同性愛者ではないのですが、カミングアウト、もう、ね、まだしなくていいので、まだしなくていいの、はい、いや、まだですか、はい、まだです、まだですね、はい、まだその発展はしてないので、はい、その先発展はしてないので、ね、発展ね、うん、はいはい、ちょっと後ろ向かって、何してんねんの、何したいの。僕ね、ジーパン履いてステージ立った時ね、2回チャック開いてたことあるんですよ。ちょっと今確かめたんです、なんか微妙だったもんで。ごめんなさい、すいません。ネタかそれ、違う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 、ほんまちょっと心配になったんですよ。すいませんでした、ほんとすいませんでした。生乾きやし、みたいなね、はい、すいません。人の話の腰を、お前天才やな。いや、そんなことないですよ。流れ、作ろうとしてんのに流れを、こう、守らへんな。あ、どんな授業してんの。どうせならこっち、やめてたか、それは。お願いやから。今日は在校生も来てるらしいね。そこまで言わなくても保護者同伴やで。やめなさい、やめなさい。次の曲そんなことはもう今の忘れましょう。ちょっと待って、ね、何普通に戻っとんねん。ちょっと待って、ほんま、ちょっと次の曲の前にそういう MC はあかんかったわ。次の曲はですね、ものすごい、これほんまこれやったっけ。これやで。おはようやろ。そう。おはようやな。うん、そうそうそう。おはようです。まあ、僕の曲なんですが、まあ、普通、今までは僕がそのパートを弾いていたのですがですね、ここにおるチャレンジ精神旺盛なポンチョ高橋さんがですね、はい、そのパートは俺にやらせてくれと。普段気弱いんですけどね、もっと。ケツな、もう、糸ずつぐらい。やめなさい。え、いたんか。見たやんか。したんか。見たやんか。あほや。でね、なんかその、おるなよ話。あ、はいはい、ごめんなさい、おりません。ね、はい、やらしくれって言って、今、この曲はですね、ポンチョ養成ギブス、ギター養成ギブス用楽曲と言われておる。ポンチョ頑張れみたいな、こう柱の陰から見つめるアキコ姉さんみたいなね、はいはい、誰も知らんと。ちゃぶ台バーンって言われて、お父さんがおって、ね、はい、ありがとう。ヒューマン、よかったね、はい、よかったよ。で、もわってしてきたよ、ほら、もわって。すごいね、火事、うん、違うな。違うのこう、シュワーの中に僕らが浮かび上がるんですよ。今日、もうクリングリやで、ここクリングリ、ここもクリングリやで、うん、頭クリングリやね、これ。そのギターが弾けるかどうかはですね、うん、僕は冗談でですね、ここのファンジェさんの、照明の方にですね、そのフレーズの時だけポンちゃんに、スポット当ててくれって言ったら、本人譜面まで書いてですね、ここが僕なのでここで僕に、スポット当ててくれというようになんか指示を出しちゃった、出してしまったんですね、うん、なので、どこがポンちゃんのその全然ソロではないですよ。もうギター弾ける人からしたら、そんなこれがどやねんっていうものなんですがですね、ポンちゃんにしたらですね、やっぱりもうものすごい、そうずっと他人任せに生きて42年ですからね。そうそう、誰かがやってくれるようになって、こら、ね、それ以上言わとってお願いやから。今友達おれへんもんな。小林、小林、小林がおるぐらいやもんな。そうそう、いえ、今日も頑張って30センチのゴキブリもおるって、ね、おるよ、抱えたよこの間って。なんでやるんだ。和歌山マリナシティみたいな。そう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 、おじゃーみたいな。分かれへんもう。
って伊藤へ行くなら鳩やんだよ。分かれへん。今こっち譜面見てんねんけど俺こっち気になってんやけどさ。その行けんのかな、その何そのパッて。知らんけどそれは。なんかリハでね、うん、なんかそんな感じあったよ。マジで照明さんやってることがあったんちゃうかな。やってる本人は分からんねん、そんなことはね。筒いっぱいやもんな。うん、そうそうそう、僕いっぱいやのとこでやってるから。じゃあ、その、ポンチョギター養成ギブス曲、課題曲の、おはようから愛情は始まるよと。それそれ、歌しか聴こう、ね、聞いてください。はい、はいはい、では、グッドモーニング。そっか。ここ来てたんですか。スポット当たってたんですかね。
当たってた。当たってた。いや来た。ありがとうございます。本当ありがとうございました。そればっかり言いました。はい。ねファンジェイさん万歳。はい、万歳。はい。こんな男のためにね。その代わりに謝ってくれてる。申し訳ないことが多すぎる君には。そうなの？うん。問題もありすぎる。ちょっと待って。あれなんですよ、ね、もうねライブの告知しておきますけどね、そのトリオでちょちょちょっていうユニットのライブがですねこの9月の24日祝日の土曜日ですじゃなくて土曜日の次の日の祝日の違う祝日の次の日それや祝日の次の日ですその日にですね、レコ初それそれレコ初ライブします。あ、何も言えへん。あ、そっか。レコ初ライブします。こういう盛り上げがなかったね。今レコーディング中です。昨日もレコーディングしてたね。してました、してました。ね、はい、もう昼の日中にこの四畳男二人でなんか見つめ合ったりとかしてましたね。なんか暗い店の中で。楽しかったですよね。楽しかったね、うん。なんかそういうのって残していくってすごく面白い。もう一人そのその時はマッチョ高山という、はい通称高山ひろみちゃんというね。通称いうか本名やし。本名ね。通称ってもう言う通りやそのまま。自分は高橋秀信さんやんな。そうそう、もう言わってねえねんってもそんなこと。家とか秀ちゃん言われんの。そう秀ちゃん。秀ちゃん。近所のおばちゃんからも秀ちゃんって言われる。すごいな。でその3人でやっててですねやっぱ。女の子がいるとこう場が和むじゃないですか。和みますね。ね、はい、その僕たちはこう基本的にはまあ、前回のチラシを見てもらったら分かるんですが、へこみブラザーズと。そうなんですね。はい。僕の場合はいろいろこうあってへこんでしまうんですが、彼の場合はへこみを探してへこむ人なのでですね。わざわざ自分でへこむとこを探して。へこんでいくんですか、うん、そうかなそれはなかなか得意技ですよねそうなんやろか、うん、まあまあそれでね僕たちはそんな なのに、うんうん、いつもこう元気な彼女を見てですね、うん、そうですねやっぱり彼女は僕らにとってですね、はい、お日様やなとおつながったね来たね来たよ来たね来たよ考えてたんやちゃんと考えて今ここで考えてんのああそうなんややっぱなんでその考えなあかんねん実際に楽屋でそうかうまいことつなげるな楽屋こっつい黙っとったもんだってなんか寝てて俺寝とったんかいなさっきと飲みすぎてなんもうお日様はいつも味方という歌ですねえですですはい夏やかエセレゲエなんでねレゲエやんかあそっかなんで自分からエセに行くのだってこれ弁解やんかたまの休みの朝だというのになんでまた Wake up early time 気分持て余してお日様にごめんなさいで謝るの？ごめん。ちゃんと着替えてよ。はーい。散歩がてら外に出て行こう。うつむかないで。ちょっとタイミング。気になってるちょうだな、うん
ちょっと前向いてんちゃう？あ、そうかな。散歩だけさ歩き出してありがとうございました。お日様いつも味方という歌でした。本当にありがとうございました。大ジャンポーチは初めて心斎橋で歌わせてもらうことができました。本当にありがとうございました。お手元にアンケートがあります。ものすごい時間がないと思うんですけど、四十男二人のために、温かいメッセージをいただけるとこれから二人の愛も深まっていくんちゃうかなと思っているので笑いすぎまたや失礼やな俺はほんまにピシッですね、よろしくお願いしたいと思います。本当にありがとうございました。最後は皆さんに必ずあるお誕生日のことを祝った、そんな歌を歌って終わりにしたいと思います。 お誕生日はいつも味方違う何の歌やねんそれ。頼むわすっと行こうよ。お誕生日おめでとうです。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。